ラインメタル MG3 は第二次世界大戦中の MG42 を戦後の運用状況に合わせて再設計した汎用機関銃である。ドイツ連邦軍をはじめとする多数の国で採用されている。MG3 はドイツのラインメタル社で製造されている重心空冷ベルト球弾式 7.62X51mm n a ー o 弾仕様の汎用機関銃であり。 主に H&KG3 アサルトライフル採用国が装備しており、ドイツ以外にもイタリアのベレッタ、トルコ、ギリシャ、イラン、パキスタン、ミャンマーでライセンス生産されている。この銃の元設計は第二次世界大戦当時のドイツ国防軍の汎用機関銃であった MG42 であるが、 使用弾が 7.92EX57mm モーゼル弾から 7.62EX51mm ナト o 弾に変更され、同時に弾薬リンクもナト o 標準の M13 分離式リンクが使用可能になったことが最大の相違点である。第二次世界大戦後、ナチス政権崩壊とともに国防軍も解体され、MG42 を含む多数の兵器は 連合国に接収されることとなった。ドイツは第一次世界大戦後に続いて、またしても兵器製造を禁止されたが、間もなく冷戦が始まったことによりこの状況は一変する。西ドイツは1955年に再軍備と国産兵器の製造開発を容認された一方、東ドイツは独自の兵器開発をソ連から認められず、一部容認されたのは、 ライセンス生産品や拳銃、AK-47 などの消火器のみで、装甲戦闘車両や軍用機などは、ソ連やポーランド、チェコスロバキアなどから輸入しなければならないなど、他のアルシャワ条約機構加盟国に比べてかなり、差別的な扱いを受けていた。新たに編成された、西ドイツのドイツ連邦軍は、大量の機関銃を大支給で装備する必要があった。そこで、 m g 四十二を七点六二 x 五十一ミリメ5 1 m m な当弾に合わせて再設計した m g 四十二五十九がラインメタル社で製造され、連邦軍は m g 一の名称で正式採用した。この m g 一では六種類の改良型が段階的に開発された。九百六十六年にそれまでの運用実績に基づいて開発された七番目の 最終型が MG3 であり、1968年に量産が開始された。それ以前にアメリカ、イギリス、フランス、デンマーク、ノルウェー、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクなどの西側に属する連合国や、かつての非戦領国から変換された MG42 を MG1 仕様に回収した MG2 と呼ばれる機関銃も製造されていた。 MG42、MG3 MG のローラーシステム MG3 はベルト球弾空冷方式の機関銃である。戦後型の MG42、59、MG3 とも50連ベルトを収納するためのドラムマガジンが用意されている。これは MG34、MG42 MG 用の改良型であり、後半プレス製で原型とは補強リブのパターンが異なっている。後に、 H&K 車製の樹脂製、ドラムマガジンも用意されている。作動方式は MG42 と同じオープンボルトのハンドオリローラーロック方式であり、引き金を引くとボルトが前進し、撃発時にはボルトが重心に2個のローラーで固定される。撃発後は薬莢を引き出して排出するとともに、リンクを弾丸1発分進める。m g 三の重心は、これまた、 MG42 と同様に熟練した人間なら10秒とかからず交換でき、150発ほど連射した段階で予備重心と交換、それがまた加熱したら冷ました、最初の重心に再交換、と繰り返す。加熱したまま連射を続けるとライフリングの摩耗が早まったり、重心が膨張して弾道が安定しなくなるなどの問題が発生する。 汎用機関銃のベルト球団機構の基本設計はすべて MG42 が元となっているが FN マグや M60 用の分離式メタルリンクは MG1 や MG2 では使用できず50発単位もしくは120発単位で非分離式リンクに弾丸をセットする必要があったためにリンクにセットされた弾薬を機関銃同士で使い回すことができなかったが MG3 では 分離式リンクが使用可能になった。MG3 の運用には交換用重心の他に重心交換時に手をやけどしないための耐熱符と交換した重心を置いて冷やすための耐熱マットレスが必要である。MG3 はドイツ連邦軍の主力機関銃として車載用から対空用まで広く使われている。例えば、レオパルト1主力戦車や その後継車両のレオパルト 2PZH2000、自走榴弾砲、マルダー不評戦闘車、複数走行兵員輸送車など、ドイツ連邦軍に採用された装甲戦闘車両に固有の装備として搭載されている。不評の分隊機関銃としては、小銃の 5.56mm 化に伴い、H&KMG4 に代替されつつあるが、火力支援用として使用され続けている。 ありがとうございます。